はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。今何年目だ、これステップリーグ1年目、まあ、監督として、まあ5年、まあ、6年目が終了しました。あ、ステップリーグ、あれ1年目か、監督として5年目だね。はい、で結果この通り、はい、まあ降格はしなかったね。まあ、クラシコ成城がいたから降格はしなかったけど、まあまあコインという結果になりました。相手がやっぱね、そこそこ強いね。まあ、能力値もほら結構ね強くなってきたでしょ。うん、でもなんかただ単に試合をこなしてるだけで選手をほぼ入れ替えてこなかったので、クルビとかなんかいろんな選手が今この堀越怪我してるけど、ちょっといろんな選手が怪我しました。それだけちょっと言っとくわ。はい、で、他に触れるところといえば、まあ、とりあえずあれだね、ゴールランキングとかも見とくか。木崎1000万でこの能力値はちょっと弱いと思うけど、まあ17ゴール取ってると。で、あとはアシストランキングはうちのチームからサイドバックのホニマルが6アシストしてくれてる。で、一番点取ってるのうちのチームではクルミか。まあそうか。はい、でこんな感じですね。で、一応ジャパンカップは1回戦負けでした。ちなみに、まあ普通妥当な結果ですね。メンソール那覇に0対7とボコボコにされました。まあやっぱステップリーグちょっとね、この選手データ見てもらえれば分かるんだけど、ちょっとポテンシャルがね、ちょっとさ、ほぼ下がってる選手が、まあ、半分以上、6割7割ぐらいいるんだよ。だからちょっとここはきついかなーって思います。まあでもまだステップリーグなら分からない、うん、でオールシーぐらいにはなるからね、多分、うん、多分だけど、でオールシーの選手多分いるから。いや、オールシーの選手はいないけど、オールシー近くのね、ほらミータとか、ほらあとテクニックとスピードが上がればオールシーなんで、まあ、オールシーになれば多分あれだね、昇格っていうか昇格いけると思う。トカチバルンのデータ見るとほら実質、まあ、B とか A とかちょっとあるけど、オール C で多分昇格できるんだよ。まあでも、ステップリーグ、N2 リーグではまあ多分無理なんで、まあ、そうだね、N2 行ってから、ちょっとね、これから特訓をしようかなと、正直思ってます。はい。もう絶対 N2 リーグは無理なんだよ、本当に。まあ1年とりあえず特訓なしやってみる。いや、意味ないね。無理なんで、おそらく。まあとりあえずそんな感じでした。で、あとね、移籍金も待ってるんだよ、結構。ほら1億1850万、まあだからある程度やってっていい選手いたら獲得しようかなと思います。で、あとはなんだ、あとね、一応この5年間戦った特訓カードをね、どれぐらいあるかちょっと見ようか。まあでも大体60、70、多くて70とかかな、少なくて40。じゃあ、これ、ウェイトが一番少ないね。多分41。はい。このような結果になってます。これは5年間やった結果だからね。5年かこれ。違うな、これ。いや、5年か。まあ、監督で政権も決まったから、もう出ちゃってるんだね。もうそういうことか。はい。じゃあね、今回は一応、ドレッダーステップリーグ1点目を終えたという、報告でした。次回の動画は、どうなるか分かりません、ね。まあ、とりあえずステップリーグをただひたすらやって、選手がね、ちょっとオール C に近づいてきたら、ほぼオール C になったら、また、次の動画を見たいと思います。ご視聴ありがとうございました。